っと素敵にヘルシーにするために漢方薬を取り入れた生活をしてみませんか。浦和、大宮、川口、所沢をはじめ埼玉、東京で6店舗を展開する漢方専門一心堂薬局にご家族揃ってお試しいただきたい漢方薬の知恵をご紹介いたします。では早速今週も一心堂薬局小木秀幸先生にお越しいただいております。小木先生こんにちは。どうもこんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、6月になりましたね、はい、そうですね。梅雨入り宣言が出されてから結構晴れも多いんですけれども、はい、この後多分ねまたこう梅雨のジメジメムシムシした時期に入ってくると思いますが、はい、今日はですねそんな梅雨の時期に多い病気などを教えていただこうかなと思います。はい、はい、了解しました。まず梅雨時期にですね多い、まあ、疾患といいますと、はい、やはり痛み系統のものが多いんですね。痛み系統、はい、例えばリュウマチ、あと膝痛、はい、腰痛、はい、最近の脊柱管狭窄症であるとか坐骨神経痛であるとか、まあ、そういうふうな痛み系統のものですね、うん、そしてあとはですね皮膚関係ですね。アトピー性皮膚炎、どうしてもこう蒸してきますから汗かいてそれが、まあ、炎症を助長してしまうみたいな、まあ、そういう中で皮膚関係、そしてあとは水分を多く取ってしまいますのでむくみであるとか、はい、あとは、空調が、まあ、つけるような形になるのでちょっとした冷えが原因で肩こりというような、こういうふうな疾患がですね梅雨時期に多く見られる、まあ、疾患ですし、またご相談に来られる疾患でもあるということなんですね。先生なんでこの時期痛みの疾患が多くなるんですか。はい、はい、痛みという分に限定して言えばですね、こう梅雨時期、まあ、湿気が非常にこう、まあ、湿度が高くなってくるじゃないですか、うん、まあ、そうなってきますと体の中に湿気の邪気、まあ、湿邪というふうに漢方では言うんですけども、湿邪、はい、湿気のこう邪気というふうに、はい、書くんですけどね、はい、この湿邪が体の中に入ってくると、この湿邪が体の中で悪さをしてですね痛みを発するわけなんですね、いたずらしちゃって、はい、はい、まあ、そういうふうな漢方的にはそういうふうな形で考えていくんです。なるほど、はい、じゃあもうこの湿気がいたずらをするというか、はい、体にあまりいい影響を与えないと、ね、はい、なるほど、はい、実際に例えば痛み系統、膝痛だとか腰痛をお持ちの、 そのお年寄りの方が明日の天気が分かるなんて笑い話にもなるような話ってあるじゃないですか。はい、ありますね。まあ、下手な天気予報に俺の体の方が当たるとかっていうようなお年寄りなんかもいらっしゃるんですけど、それはやっぱりその湿気あるいは気圧によってですね、やはりその体にこう影響を及ぼすんですね。それがもう実際にこう古傷がうずくような形で分かってしまうということなんですね。はい、なるほど、ここから来てるんですね、はい、そうなんです、はい、分かりました。先生はい、毎週のように今日もですね、はい、いろいろな改善面を教えていただこうと思うのですが、はい、今日も教えていただけますか。はい、了解しました、はい、今日はですね座骨神経痛の方と、はい、またリュウマチの方の、まあ、症例をご用意してきましたので、はい、まあ、それぞれご紹介させていただきたいと思うんですが、はい、はい、お願いします。まずリュウマチの方からちょっとご紹介させていただきたいんですけどね。リュウマチ、はい、はい、でこの方はですね13年前からリュウマチでお悩みの方なんです。で具体的な症状としましては、まず両手の中指とですね薬指が痛んでですね、まあ、最近変形してきていると。で右手のですね親指、まあ、この部分がですね痛んだり、まあ、腫れることがあると。で、あと肘だとか膝、これも痛むっていうんですね、はい、で、特にこう朝起きた時にですね膝の動きが悪いと、うん、で膝に関してはこう水が溜まってですね病院でこう注射器で時々水を抜くんですというようなことをおっしゃられたんですね、はい、で病院の方からはステロイドの、まあ、内服薬とあと痛み止めの、まあ、座薬、まあ、これをいただいてますという方だったんです、はい。でこちらの方に、まあ、服用していただいたお薬、これがですね翼胃妊湯というお薬なんですね。翼胃妊湯、はい、でこのお薬を服用していただいてですね、その経過をちょっとお話しますと、まず2ヶ月経った時点、はい、右手のですね親指のこう腫れと痛みが少し楽になってきたと。で3ヶ月経過した時点で、
さらにですね、膝の痛みと肩こりが良くなってきていると、まあ、少しずつ細かい症状が良くなってきているんですね。で、5ヶ月経った時点、座薬をですね、使用しなくても内服薬だけで良くなってきていると。はい、まあ、痛み止めのその、まあ、鎮痛剤、まあ、鎮痛剤ですね、まあ、その座薬をしなくても大丈夫だと。で、あとその10ヶ月経った時点なんですけども、あの病院のその先生の方からですね、ドクターの方からステロイドの内服薬の量を減らして様子を見ようと指示されたということで、喜ばれてご相談、あのご来店されたんですね。あのこのステロイド系の、ね、内服薬を減らされるだけでも、はい、ちょっとなんか、ね、軽くなりますよね、気分がね。そうですね、まあ、喜んで、まあ、ご来店されたんですね、はい、であと13ヶ月経った時点なんですけど、まあ、最近ではこう手膝の調子も良くてですね、特にこう膝の方は水もたまらずにですね、正座ができるようになったということで喜ばれている方もいますね。すごいですね、正座ができるようにまで改善されたということなんですね、はい、そうなんです、はい、まあ、そういうふうな、リウマチの方の改善例なんですね、はい、で次はですね、あの約6年ぐらい前からですね、座骨神経痛にお悩みの方の症例をご紹介させていただきたいと思うんですね。座骨神経痛って痛いんですよね。そうなんですね、はい、でこの方のですね、具体的な症状をお話ししますと、はい、このお尻、まあ、お尻っぺたっていうんでしょうか、はい、まあ、お尻のこうほっぺたみたいな、はい、ここからですね、足先にかけてこうずーっとですね、しびれ、でまた痛みがあるっていうんですね、はい、で雨の日など天候の悪い時などに痛みが出るんですと。あ、まあ、先ほど冒頭にお話したような方ですね、はいはい、であとその腰と足が冷えるタイプ で病院の方に通院されてるんですけども、電気治療をやっているんですけども、なかなか良くならないということでご相談に来られたんですね。でさらにこの方、あの、まあ、心臓が弱くて狭心症でとか、であと胆石で平成4年にこう手術されたり、はい、まあ、そういうふうなご経験もある方だったんです、はい、でこちらの方に服用していただいたお薬が、はい、鼠径滑血湯というお薬なんですね。鼠径滑血湯、はい、はい、でこの方の経過をご紹介しますとですね、はい、1ヶ月服用した時点でもですね、多少痛みが楽になってきたと、で、うん、足の冷えも少し良い感じがするという程度だったんですね、はい、で3ヶ月経過した時点ではお尻のしびれ感が以前よりも良くなってきていると。お、はい、しびれが、はい、あの良くなってきてるっていうのはもう楽ですよね。そうですね、はい、でやっぱりあの座ってる時にこうお尻のしびれってなんかこう非常にこう、あのなんて言うんでしょう、変な違和感があると思うんですね。長く座れないとかもビリビリ来たりとか、はい、そういう感じですね。でそれがまあ以前よりも少しずつ良くなってきてるというのは非常に良かったと思うんですよ、はい、で、5ヶ月経った時点ではですね、はい、まあ、最近そういえば偏頭痛で悩むこともないな、まあ、そういうふうな形でですね、まあ、座骨神経とは違うんですが、偏頭痛で悩むことがないと。あら、はい、であと神経痛の方も少しずつ良くなってきてるということで報告に来られたんですね、はい、で7ヶ月経った時点ではですね、お尻のしびれと痛みは嘘のように良くなったと、はいはい、しかし足のしびれはまだなんですというふうなことで、はい、報告に来られたんですね、はい、で10ヶ月経った時点なんですけども、足のしびれも少しずつ良くなってきてるみたいで、はい、以前ほど気にならないということで、まあ、現在もやられている方の例なんですけども、はい、もうどん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 月数を重ねるごとに良くなれた方の、まあ、症例だと思うんですね、はいはい、先生、この鼠径滑血湯を服用されてから、はいはい、あのどん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 これ今症例良くなってきてるではないですか、はい、で先ほどね、はい、あの座骨神経痛ではない偏頭痛も良くなってきたということで、はいはい、これってやっぱり体が全部つながっているので、はい、ことなんですか。そうなんです。やはりあの、まあ、漢方の考え方からいきますと、はい、やはりその体っていうのはもう本当に吉田さんおっしゃるように同じで、はい、同じというふうに考えて、でやはり体の、まあ、そのいろんなその症状を起こってくる原因は同じなんだと、はい、それが弱いとこ弱いとこに出てくるんで、いろんな症状、例えば頭に出てくれば偏頭痛とか頭痛であるとか、はい、で腰に出てくれば、まあ、要はその腰痛で、まあ、そういうふうな形なんですね。要はその漢方は全体像を捉えて、その方の体のバランスの崩れによっていろいろこう合わせていくという考え方なんですね。なるほど、はい、あの先生、6月にもなって、はい、だんだん暖かくなってくる、もう暑くなってくるじゃないですか、はい、でも冷えは
季節では良くならない、年間を通して冷えてる感じなんですかね、はい、あ、やっぱり冷え体質の方はやはり夏場でも冷えやすいという部分はありますよね、はい、例えば暑がりの方なんかでしたら、まあ、例えばそんなに空調が強くてもあまり冷えない、でも同じような状況の中で冷え性的な方っていうのはもうすごい冷えてしまうと、はい、冷えを感じてしまうという部分はあるんですね、はい、夏の暑い時外に出ていてもやはり冷え性の方は、はい、末端が冷たかったりとか、そうですね、やっぱり血流がやっぱり悪いと、それによってまあ冷えを感じるわけですから、はい、夏場でもやはりちょっとしたその空調の効いたところに入ったら、うん、すごいこう冷えを感じてしまったり、あるいはもう本当に風通しの、 あのいいところだけなんですけども行った時に冷えを強く感じたりという方はいらっしゃるみたいですね、はい、じゃあ漢方で冷えを改善したいという方は、はい、夏は飲まなくていいとかではなく、はい、ずっと続けていくことが大事、ね、そうですね、やはりあの夏場でも逆に夏場から始められた方があの治しやすいですね。はい、治療というのはこれはあの西洋学でも東洋学でも同じなんですけど、はい、治しやすい時からスタートすると、治しやすい時期っていうのがあるんですね。あるんですね、やっぱりそれは暖かい時期の方が比較的治しやすいんですね。っていうのは例えば冷えといっても暖かい時っていうのは冷えを、まあ、冷え性の方ではあまり冷えを感じにくいわけですよね、はいはい、治しやすい時に要は治していけば、はい、症状を、はい、出ないようにすればいいだけで、症状を抑えてそれで出ないようにするという2つを考えなくてもいいからなんですね、はあ、うん、ですからやはりその治しやすい時期から始めてやっていくと本当に辛い思いはしなくてもいいと、はい、まあ、そういうふうな面から言ったらまあ西洋医学と同じかもしれません、はい、早期発見早期治療なんていうふうな形で言いますけども、はい、ね、やはりその早いうちからも、うん、やった方が治りやすいということなんですね。冬場に気になる、冷えで気になる方は、はい、夏からもう始めて、はい、やった方が冬気にならないと。早め早めなんですね。そうですね、早め早めの、はい、分かりました、はい、よくね、あの冷え性の方が漢方を使ってゆっくりと治していくという話を聞きますけれども、はい、冷えでお悩みの方はこの時期からも、はいはい、ご相談に行かれた方がいい、はい、ということなんですね。そうですね、はい、はい、分かりました、ありがとうございました、はい、一心堂薬局のヘルシー漢方、今週も一心堂薬局の荻秀幸先生とお送りしました。先生、今日もためになるお話をどうもありがとうございました。 ありがとうございました。瞬間的に。